れからまたお皿を見に行きます第2弾会場に向かってます2回目です。前回かね3日ぐらい前かな、何曜日なんだ、金曜日、あ、木曜日か、初日に行ったんよね、その木曜日に行って陶器の展示会にね、そういうのに行って、まあ何枚か買いました。2万円ぐらい買ったんかな、16点で2万円ちょっと買いました。で、今日もう一回行ってみようということで、今夫婦で、娘はおばあちゃんにちょっと見てもらって、夫婦でこれから会場に行くとこです。さあ、まあね、何を買うかはまあ決めてないんだけども、まあいいのがあったら買いたいなっていうのと、あとね、まあ2枚買ったやつがあるから、それをまあやっぱり3枚にした、娘もおるから3枚にした方がいいかなとかね、いろいろちょっとこういろんな陶器を見てみたいと思います。それでは行ってきます。かっこいい。かっこいいね。これ買ったよね。去年これ買った。あ、これ買ったな、前な。これ買った。あ、これな。あ、本当やな。おしゃれだね、これもね。いいね。これもちょっと重い、ちょっとずっしりするよね。これかわいいね。かわいい。大皿候補やな。大皿候補な。1500円。こっちがあるやつな。あの2つうちのリム買ったやん。ああ。これコンサート目でね。ああ、それな。ああ。いいね。これもおしゃれだね。これもおしゃれ。そうやな、それおしゃれやな。確かに。なあ、これもな。こういうことだろう。なんだっけ。ちっちゃいな。かわいい。うちも何本こんな感じのやつ買ってる。そうね、こういうのとあとこれだね。ああ、本当にシンプルやろ。いくら？まあまあ安いな。でも置ける面積しっかりあるな。ちょっと北欧のいったらっぽい感じのな。あと新東房白石さん。洗いやすいし、食洗機にも入りやすいし。入りやすい。食洗機にも入りやすいのがいいよね。そうはない。重ねやすいしな。幅がないけんな。この辺ちょっとな、使いやすいけん。ちょっと選んでもいいんかな、この辺。そうなんよ。他の食器とも合わせやすいなと思って。確かにな。300円とかよ。何本？なんかキムチ入れたり、ちょっと小鉢。いくら？300円。おお、300円。どうやって使う？これはこうやって使うのと、あとこう味見？ああ、味見するのにな。なるほどね。可愛いね。買うなら赤かな。買うなら赤やな。赤がいいな。ね、あとかな。悩むね。どっちがいいんかな。どれがいいかな。よくない？うん。可愛いね。うん。これで、3つぐらい買う？絶対は、3つ4つ3つぐらい。赤はいる？赤はいらん？ピンクかわいいね。ピンクこうかこうどれか。まあ、こうは絶対よな。でプラスこれが欲しいから。うん。紙面白いね。これおしゃれだよ。おしゃれだね。うん。前も着よったかなそれ。こないだの時もいいなって思って。おにぎりばっかりね。あ、さっきこうやって直火いけるんよ。なんかのけれるんよ。ああ、直火がいける。そう。これ違うよな。これ関係ない多分。多分これよな。火にかけて調理できる。こういう鶏皿系よく使うよね。使う。これだけでも完結するし、鶏皿としても。ちょっとさ、ちっちゃいの持ってるが鶏皿。持ってる。ちっちゃいよな。そうやな、ちっちゃいけどな。これぐらいあったらな。そう、やっぱ余裕がある。使いよって、ちょっと大きい方がいいね。どうするかな。どうするか、これ気になるね。やっぱり。これも気になるね。これもいいね。まあ同じとこだから色味同じやね。これは広島県のコスモス窯。新東坊白石さんね。ちょっと待って。はい、新東坊さん、白石さん来ました。これいいね。そう、これ娘の鮭ね。娘が魚好きなんでね。魚料理用にいいよね。いいね。こんな感じで使いたいです。こっち買ったやつやね。大きいのが出たよな。大きいサイズが。マシコのお皿があるから、今日はマシコで。ああ、いいね。いっぱいマシコ持ってるもんな。大皿で。そうやな。可愛いな。可愛いな。こっちもあるよ、あれ。うん？ホワイトもいるね、なんか。あ、そうなの。ホワイトもいる。これ全部これシリーズとかね。ああ、はいはいはい。ちょっとおばあちゃんと娘がお留守番して、ちょっとね、長時間お留守番悪いので、さっきミスタードーナツでちょっとおやつを買って帰ってます。はい。今から帰ります。に帰りました。今日いろいろ買った中でこのとべ焼きさんのお皿を買ったんですが、このとべ焼きのお店から坊ちゃん団子をもらいました。はい、愛媛といえば坊ちゃん団子。うん、愛媛県といえば坊ちゃん団子っていうの湯が有名で、こういうのが入ってます。はい、いただきます。後で食器紹介もしたいと思います。よし、それでは今日の食器。それは何ですか？ミスタードーナツ？もうお腹空いちゃって。ああ。そう。でこれね、よくご紹介するとび焼きの雲石窯、今日ここのねとこの買っちゃったんですよね。そのコップはこれも雲石窯です。あのカップね。今日もね、そのとび焼きのこの同じ雲石窯のやつを買った。もう5点買ったな。5点買った。そう、5点買った。じゃあちょっとこれから紹介していきます。今日早速じゃあ買ったものを全部広げてみました。はい。机の上に。はい。今日は感じのラインナップです。14点。14点。うん、14点だね。はい、これだけのものを今回買いました。今ね、ドーナツで使ったこのとべ焼きの雲石窯のシリーズで、これね、まずちょっと今日買おうと思って、はい、これとっても使いやすいです。おにぎり並べてもパスタでもカレーでも、ほんとこれ2つね違う絵柄持ってて、でこのやっぱりドット柄が可愛くてでこれがそばチョコなんだけど、ちょっと高さもあって、そうだね、コップでもいいし、うん、ね、いろいろ用途が、たくさんだなと思って買いました。それとこれこうしたら可愛い。ああ。これ右かな、どっちかな。ああ、そうしたらね。そうでデザートね。福岡県の新東房白石さんの器ですね。はい、このねちょっとお花みたいなシリーズも欲しいなと思ってて、今回、買いました。でこの大きさというのが、娘が朝朝食に鮭を食べることがよくあるので、はい、で白もいいなと思って色違いを買いました。卵焼きでもいいしね。そうだね、いいね。そう、何にでも使えるし、かわいい、かわいいですね。はい、それからこちら、これは益子焼きの、この間もねここのお店でねパスタ皿を買ったね。で益子焼き、栃木県ですね、梶浦製陶所というところの梶浦製陶所、益子焼き。そう、益子らしいこの色合いだね。そうよね、いいね。いいね。もうこのデザインがと色がこれだから、まあワンプレート皿にも使えるし、まあカレーとか、まあそういうのでも使えるのかな。そう、何でも使えるかね。何でも使えるね。いいですね。はい、これねなんかいいね、使いやすそうと思って、はい、こちらこれは、長崎県のとさみ焼き、ハッピー、間違えた、とさみはさみ焼きやね。はさみ焼きでハッピーはさみなんて読む、アイゼンハッピーはさみアイゼンっていうのかな。でこれね、とってもリーズナブルなんですよ。330円。おお、安い。ここに名前がある、見えるかな。あ、書いてあるな。ハッピーハサミエイゼンかもしれんね。永遠のエイゼン。そうやな、エイゼン。湖エイゼンだ。エイゼンさんね。なんかキムチ入れてもなんでもいいよね。ちょびっとヨーグルトでもいいし。そうだね。なんか色もね、なんか可愛いね、綺麗な色だよね。なんか小物やればなんかね、小鉢としてね使えるよね。ちょっとトマト入れて、いいです、いいです。でこれは広島県のコスモス窯。広島県のコスモス川、この3つ、うん、コスモス川、はいはいはい、でこのね真っ平らなこのプレート、これがのプレート、そうでこの黄色、黄色すぎず、うん、そうだね、いいね、かわいい、この薄いの感じがよかったね。うち行ったらではね黄色を持っとるけど、北欧皿はね、そうそう、もっと黄色な感じだもんね。なんか素朴な黄色で使いやすそうと思って、薄そうだね、そう、食洗機もすごい入りやすそう、いいね。それと益子焼きでパスタプレート買ったんだけど、これもねちょっとまずこれに目がいっていいなと思ったら、お値段も1200円でちょっとリーズナブルで、ね、パスタも使えるし、カレーも使えるし、ハンバーグでもいいし、ちょっとこう縁があるから汁物でも安心して、でまあお皿ね使うの2つあったらいいなと思って色違いを買いました。おお、いいね、かわいい。なかなかうち持ってないタイプよね。そうだね、こういうの。これもねなかなかここまで薄いの、そうこれ使いやすいと思うな。なんかおしゃれ、結構でもね初日に行ったけど、今日が何日目だ、木金土4日目、明日が最終日だけど、結構売れてたね多分ね。広島県のコスモス川でした。ということで今日の買ったお皿はこれだけです。まあ結構シンプルめを選んで、今持っている手持ちのお皿とも合いやすいね。合いやすいですね。楽しみだね、使うのが。楽しみですね。これシリーズ大好きだね。これね、とべ焼きの雲石窯さんめちゃめちゃ持ってるけども、強いしね、うちよう持っとる。このカレー皿はね、うちいろんな柄の持ってるね、雲石さんもね。これで3つ揃ったね。揃った。このコップともいえ、コップにも使えるし、そばチョコにも使えるし、デザート、コーヒーゼリーしたりにも使えるね。あと野菜スティック入れたり、はいはい、何でも使えるね。これはよろしいですな。はい、じゃあ今後こういったね食器もこれからどんどん使っていきますんで、皆さんまた楽しみに見てください。見てください。みんなお友達から冬桃、珍しいよね、冬桃いただきました。それで今ちょっと冬桃を剥いでみました。早速今日そう買った食器、そうね、はさみ焼きね、エイゼン、はい、どうぞ。ねえ珍しいよね、ちょっと食べたけどすごい甘かった。おしゃれです。はい、ちょっと食べてみます。食べてみて。これは美味しい。食べた？おお、食べた食べた。というものすっごい美味しいでしょ。うまい、歯ごたえがありますね。そうちょっと硬さはあるけど、しっかり香りと風味と味が美味しいよね。やっぱり桃だね。あ、いいね、冬桃。すっごい美味しい。これが今日買ったやつよね。買ったやつ。これが砥部焼の雲石釜というカレー皿です。今日買いました。で、もともとはこの2つを持っとったよね。それでまあ、はい、カレーに使うことはもちろん、おにぎりのせたり、パスタやったりもすごい、何でも使えたよね。なんか持ちやすいのもあるんかな。そう、持ちやすいのもあるしね。砥部焼丈夫なんだけど、これはそんなに重たくないしね。なんですよね。ね。ここまで出してくれてます。これ今日買いました。さっきも見せましたけど、今日これを買いました。それも買いましたね。もう可愛いこのドットが。雲石釜可愛いですねこれね。雲石釜めっちゃ可愛い。おすすめです。砥部焼雲石釜です。